達がいますか？皆さんにとって友達とは何ですか？ある日授業でこんな課題が出ました。ある人は、友達とは自分の映し出す鏡に例え、ある人は悲しい時涙を拭ってくれるハンカチに例えるなど、いろいろな意味が出されました。私にとって友達とは暗闇を照らす光のようなものです。光にはいろいろな意味があると思います。まず、太陽の光は生物が生きていくために必要です。また、闇の中でも光さえあれば周りが見渡せ怖くありません。光は私たちに温かさと安心を提供してくれます。ただ しかしこのような自分の光となる友達を見つけるのは簡単なことではありませんね。実は私には今でも思い出すのが辛い高校生時代の思い出があるからです。私はクラスメートと仲良くになりたかったのに、なかなかうまく心を開くことができませんでした。周りの友達はみんなとても幸せそうに見えました。私も友達作って彼女たちのように心から笑えるようになりたいと思い、自分の変えようと努力しました。しかし、変えてそれがストレスとなり、辛い気持ちのまま高校を卒業したのです。それから私は大学に入って日本語の勉強を始めました。大学に入った私は、辛い高校生時代を忘れてこれからの生活を楽しもう、新しいスタートをしようと心に誓いました。そんな時知り合ったのが3人の友達でした。不思議なのですが、彼女たちの前などとこれまでの自分と違い、自然に笑顔が出たし、素直に気持ちを伝えることができたのです。その3人となら、まるで昔からの友達のように何でも相談ができました。そんな友達がいるのは本当に素晴らしいことだと思います。皆さんは相対性理論で有名なアルバート・アインシュタインを知っていますね。彼は友達についてこう述べています。友達というのは心のメロディを理解し、忘れた時歌ってくれる人だ。どうして私がこの言葉を紹介したかというと、このことがあったからです。ある日、先生に呼ばれ、日本で留学しないかと声をかけられました。以前からの夢だった日本への留学でしたので、すぐにでも返事をしたかったのですが、1年間も家族や友達と離れ一人で生活ができるか、日本語の勉強についていけなかったらどうしようなどと不安に思い迷っていました。その時、3人の友達は、大丈夫だよ、日本への留学は家の夢だったでしょ、悲しい時も辛い時もいつもそばにいるから心配しなくてもいいよと笑顔で励ましてくれたのです。友達の言葉は決断できず迷って闇の中にいる私の光になってくれました。彼女たちは私の心のメロディー歌い、不安で忘れかけていた日本への留学の夢を思い出させてくれたのです。私はこの3人の友達に出会えて本当に感謝しています。最後にもう一度質問します。皆さんにとって友達とは何ですか？本当の友達を見つけるのは難しいことだと思います。しかし、それを見つけられることは世界中で一番素晴らしいことだと思います。皆さんの心に光は差していますか？皆さんも闇を照らす光を見つけてみてください。